でした。色の白い、目つきと口元に大変愛らしい特徴のある子だった。私は舞台の落語を聞かずに、その方ばかり見ていた。その晩はそれほど入りがなかったので、前の方はだいぶ空いている。女の子はみかんを食べながら、のそのそと舞台の方へ出て行った。そして話し家の真ん前へ立って、その顔を見上げて、落語家が何かおかしいことを言うと、自分一人がその相手でもあるように平気で大きな声を出して笑った。その子はその度に母親の方を振り返ってみた。母親が手招きをしても首を振って言うことを聞かなかった。この子を非常に可愛く思った。可愛いばかりでなく非常に美しい子だった。その上に連想があった。子供の頃好きだった近所の人で、私が15の時引っ越してしまったが、その人の子供時代によく似ていた。私はこの女の子のことを考えながら帰ってきた。私は翌晩またその芝居小屋へ行ってみた。今晩は来ていまいと思って行ったが、女の子は昨晩と同じ場所に祖母と父らしい人と女中とで来ていた。私は喜んだ。しかし前の晩ほど無心にその方ばかり見ていられないような心持ちになった。私はその父を羨ましく思った。私は自分がもし妻をもらっても、ああいう子が生まれるとは考えられなかった。もし子供を持つなら、その女の子と全く同じでなければ満足できないような気がした。私はどこの子か後をつけてみたいと思った。それはやろうと思えば安いことだったが、理由なく難しいことのような気がした。どうせ狭い土地だとも思った。それからは私の気分は変わってきた。恋する初めのような気分が胸を往来し始めた。それは純粋な、そして透明ないい感じだった。しかしこの感情は一体何なのかははっきりと私には分からなかった。分かっているようだが、はっきりと言葉にすることはできなかった。とにかくその女の子を自分のものにしたいという欲望ははっきりしていた。もし自分のものにするとすればと考えると、それからは空想になってしまう。養女にもらい受けるということはとてもできないことに思われた。両親と祖母とがどれほど愛しているかは明らかに想像された。私は一人娘にそういないと考えた。私の空想はその女の子を盗んでくるということに伸びていった。盗んだ後で女の子が泣き悲しむことを、様子を想像すると、この空想も先が続けられなくなるが、それは一時のことだとも考える。私は人間として持ちうる責任なら必ずその将来に対しても持ちうる。教育でも生活でも夫を持つような場合でも、少なくともその子の父母が彼女のためにしてやるよりは完全にしてみせるかなと思う。私はその女の子を盗むこと、あるいは盗む方法をしきりに空想し始めた。全く孤独に暮らしている私にはそういう空想が空想でとどまってはいなかった。私はそれからも芝居小屋へ2、3度行ってみたが、もう女の子には一度も会えなかった。私は街もよく散歩してみた。やはり見かけられなかった。私の子供を盗むという空想も日を降るに従ってしぼみかけた。しかし愛だけに強く起こった純粋に愛情から来る欲望を、自分は何のために抑えられてしまったろうと思うと腹立たしい気持ちになる。他人の子を盗むということは悪いことかもしれないが、絶対的にそう言えるものではない。若い女を愛して、その女が自分をそれほど愛さなくて、その上その女の両親が結婚を拒む場合でも、自分が本当にその女を愛しているなら無理にも結婚する、こういう場合がある。そしてその結果が許されるべきものである場合がいくらもある。それと今女の子の場合とどれほどの差があるだろうと思った。市では正門払いという暮れの売り出しのようなことが始まった。5日間は町に人が出さかった。その2日目に私は2度目で石段の下のあんまのところへ行った。午後2時頃だった。この間の色の黒い
一室ばかりの女の子はこたつへ足を入れてよく寝入っていた。そのそばでその子の姉らしい12歳の子が雑巾を刺していた。私は領事の間眠っている妹の方を見ながら、今度はこの子を盗むことを想像した。芝居具合で見たことは比較にならなかったが、野心を持った愛らしさが心を引いた。私はその晩この子を盗む想像に順序を立てた。実行の決心はなかなかつかなかった。しかしただ想像を繰り返すだけでは満足できなくなった。私はこわごわおもちゃとか子供の好きそうな菓子などを用意してみた。私の肩は相変わらず凝っていたが、気分は心よい緊張を感じていた。私は毎晩のように正門払いの町へ出かけていった。その時も私は芝居小屋で見た女の子に会いたいと思っていた。しかし会ったらどうしようという固い決心はできていなかった。正門払いの最後の晩だった。私は2軒ほど前をあんまの女房がその女の子を連れて行くのを見た。10分ばかりゆっくりと人混みの中をついていった。母親が買い物に気を奪われている間に私はその子を連れて来てしまった。その手際についてはどう言っていいかわからない。私はただ母に気づかれずにやってのけただけでも成功だったと思う。女の子が私の顔を覚えていて別に不安を感じずについてきたのが非常な好都合だった。見ている人も怪しまなかったに相違ない。私はすぐ裏道へ連れ込んで菓子を買ってやった。おかかはもう家へ帰っているだろう、こっちから連れて行ってやろう。こう言って裏道からさらに暗い鉄道路線に入って自分の家の方へ連れてきた。私はその時になって初めて本当にこの子を盗んだのだという気がした。事実この時までにもしこの子を知っている者に声をかけられるようなことがあったら、私は何食わぬ顔をしてそのままこの子を家へ届けてしまったに相違ない。妙に気が栄えてきた。私は女の子をおんぶしてやった。田舎の子供らしい嫌な匂いがした。いつかこの子を飽きて200回にする時の心持ちがちょっと浮かび上がってきた。私は振り向いて女の子の額に接吻してやった。しかしまた愛するならできるだけ平静な心持ちで愛してやらなければならぬ。何事も女の子が受け入れられる程度にしておかないとかえって不安を与えると私は思った。わずかでも核を持っている、それとあまりかけ離れた心持ちを感じさせるのは危険だと思った。うちへ来た。隣の人におかかを呼んできてもらおう。おかかが来るまでおとなしく待っているんだぞ、いいか。こう言って私は外へ出てみせた。頼んできた。少し御用があるからお前はそこで待っているんだぞ。わざとそんなことを言って自分だけ机に向かった。私はやはり孤高の平静を失っていた。それを取り返さねばならなかった。私は久しく感じられなかった緊張を感じていた。私は目的もなくペンを取って書き出した。とうとうやってのけた。恐ろしいことをやってのけた。それのやりきれた自分が嬉しい。もうことを返すことはない。今は先へ出抜けるだけだ。それはどうすればいいかは今は知らない。ともかくも今までにやったこと、やろうとしてもできなかったことをやってのけた。自分には甘いに弱々しい孤慮がある。その孤慮に自分は打ち勝った。女の子がくしゃみをした。そうか、おんぶできちゃ寒いな。俺は自分が暖かいので気がつかなかった。私は後ろのガストーブに火をつけた。ボッという激しい音に女の子は驚いた。今お湯をやろうな。私はそばのやかんをその上にかけた。女の子は珍しそうに紫色をしたガスの火を見つめていた。私はまたペンを取り上げた。自分のしたことをこれだけで見れば悪い気まぐれである。気まぐれか気まぐれでないかはこれから決定することだ。自分はこのことを他人に弁解しようとしてはいけない。またおそらく弁解はできないであろう。女の子は何か言っている。
私はもう少し前、かねて用意してあったおもちゃを何気なく部屋の隅の氷の上に乗せておいた。女の子はそれを指している。なんだと私は聞き返してやった。これ貸して使わせえなと大人のような言葉を使った。うんと私はうなずいた。ちょっと持ってきてごらん。やり方を知ってるか。シリアンシェン、こう言って女の子はそれを持ってきた。セルロイドでできた西洋人形でネジをかけると一人で歩く仕掛けになっている。机に寄りかかりながらネジを巻いていると女の子は真面目腐った顔をして見ていた。いいか、見てろよ。私は机の上を片付けてその上で人形を歩かして見せた。人形は体をゆすりながら動き出した。そして机の端まで来るとそこから真っ逆さまに落ちた。今まで軽く口を開いて引き込まれるように見入っていた女の子は急に嬉しそうな声を出して笑い出した。人形は机の下で倒れたままギリギリとやかましくゼンマイを戻していた。もう一遍やろう。私はまたネジを巻いて今度は机の向こうの隅から斜めに女の子のいる隅へ見当をつけて手を離した。人形はまっすぐに歩かなかった。左右に体を振りながらだんだん弓なりに進んでいく。そして机の端まで行った時に私はそこで受け止めようと手を出したら女の子が不意に私の手をどけてしまった。人形はまた真っ逆さまに落ちた。女の子はさもさも嬉しそうに大きな声をして笑った。こんちくしょうめ、私は大きな手でその頭を一つかみにして揺すぶってやった。女の子はむせでもするように笑った。今度は自分でやってごらん、こう言ったが女の子はまだギリギリ言っている人形を拾って黙って私に突きつけた。なんだ、できないのか、怖いんだな。待て待て、お湯を一杯やろう。私は次の間の下げ箱からコップを出してきてストーブの上のやかんからついだ。熱いよ、ここへ置いて少し冷ましとき。私は缶から木の実の入ったチョコレートを出してやった。しばらくしてもう冷めたろうと自分で握ってみてコップを渡してやった。女の子の手は汚れ切ってあたかも霜焼けでもできたように赤く膨らんでいた。何しろすっかり洗ってやらなければならないと思った。しかしこの土地の銭入れは連れていけないと考えた。私はとにかくこの死を払えなければならんと思った。そして行くなら何と言ってもあの広い東京が一番安全だと思った。女の子はしまいにとうとううちのことを言って泣き出した。私はおかかは明日来るつもりだろうと言って騙した。女の子はすっかりしおれてしまった。そしてしばらくすると居眠りをしだした。私は無意に遊びで釣って起こしておいた。夜明け近くにようやく寝かしてやった。私も疲れていた。そしてその床へ入ったがなかなか眠ることはできなかった。私は目を塞いだり開いたりしていた。私は同じとこに臭い髪をした小さい女の子が低いいびきを立てて眠っている様子を見、またその辺の部屋の様子などを見ていると自分の生活に不思議なものが入ってきたことを今さらに感じた。そしてそれが他のものといかにも調和が取れていないような心持ちがした。私には自身のしたことに対する弱々しい常識的な反省がややもすると頭をもたげそうにした。私は自分がこんなことをするのでも決して人向きな心持ちでしているのではないことをまざまざと感じさせられた。私は不快になった。しかしこんな弱々しい常識的な反省に自分全体を引き渡すことはできなかった。私のしたことは他人に弁解はできないが自分だけにはそれができるのである。私は私のこの間中の気分を思うと、もしこんなことでもしなかったらしまいにはどうなるか知れなかったと思う。肩の凝りはまだ激しかった。しかし気分のよみがえった今はそれさえそれほど苦ではなくなった。ただ私は自分とこの女の子との間に調和の取れていない一種危なっかしい感じがあるのが心配だった。
私は8時ごろ外に雨の音を聞きながらようやく眠った。私はあのが強いアンマに追いかけられる夢で苦しめられた。目の見えない女の子を抱いて一生懸命に逃げる。捕まれば自分は殺されると思っている。アンマは私が目の見えない女の子を肉体的に怪我していると誤解している。私はその誤解を解こうとするが、アンマはそんな余裕を与えない。夢ではアンマが盲人でなくて女の子の方が盲人だった。私は廊下のようなところを走って崖の上まで来るともう逃げられなくなった。友の角アブトの観音のようなところだった。下の方に海の水面が白い泡を浮かして緩やかに揺れていた。私は急に恐ろしくなってゾッとした。その時夢だなと気がついた。私は思い切って崖から飛び降りた。そうして目が覚めた。午後の1時頃だった。女の子はよく眠っていた。私は起きてなるべく音を立てないように雨戸を開けた。静かな雨が降っている。私は永遠しゃがんで霞んだような前の島や海の景色を眺めていた。すると下の方から 4,5 人の男が手に手に大きい下げ箱や風呂敷包みを持って登ってきた。私はちょっと不安を感じた。しかしすぐそれは裏の別荘へ行く人々だと気がついた。その別荘の持ち主は大きい呉服屋で、正門払いの済んだ祝いでもするのだろうと思った。3時頃になるとぼつぼつ客らしい人々が前の坂道を登ってきた。芸者なども登ってきた。料理屋の者らしい男が行ったり来たりした。しばらくすると三味線の音がして歌などが聞こえてきた。雨が止んで東の方の岬の上に大きな虹が立った。女の子はようやく目を覚ましてしばらく不思議そうな顔をしていた。私はできるだけ快活に、さあ顔を洗ってやろう、こう言って台所を流しへ連れて行って顔を洗ってやった。洗っている間に女の子は犬犬と泣き出した。泣いちゃダメだ、飯を食ったらすぐ連れて行ってやろうな、こう言って騙した。私はソーセージの缶詰を開けてやった。女の子は頭を振って食わなかった。味付けのりと福神漬けをよく振った。それからコンデンスミルクを開けてやったらそれをよく舐めた。私は仕方なしに女の子を連れて家を出た。もう夜になっていた。正門払いの済んだ町は急にひっそりとしていた。暗い浜の方の町を歩いてまた帰ってきた。女の子はまた元の家へ連れて行かれると気がつくと急に暴れ出した。私には弱々しい反省が強い勢いで押し返してきた。私は腕力づくな心持ちでその反省を押さえつけた。しかし私の女の子に対する感情や態度が動きそうな不安を感じた。女の子は私を疑い出した。その色は私の心をも染めた。上の左縁別荘のことで面白いことがあるんだぜ、見せてもらおう、それから帰ればいい。さっきも三味線を弾いてたろ。私はとうとうまた連れてきた。上の別荘ではみんなが手拍子を打って変わる変わる大きな声でジンクのような歌を歌っていた。私は女の子を抱いて台所の窓を開けてそこから時々ちらちら見える別荘のありさまを見せてやった。私はともかく早くこの土地を離れなければならぬと思った。私はもうこの女の子を可愛くは思わなかった。私はこれから起こるいろいろな困難に対してもう意志的な努力でしとげるより仕方がないと思った。私はもともとこの女の子をそれほど愛してはいなかったことを今更に考えた。しかしもし芝居小屋で見たあの美しい女の子でこうなる場合を考えるとそれはもっと複雑な不快に思われた。10時頃になると別荘の客が帰り出した。女の子はまた犬犬と言って泣き出した。そして11時頃雨戸を閉める音がして最後に残った人々が帰っていくのを聞くと女の子はそれに知らせようとでもするような大きな声を上げて泣いた。私は初めて本当に恐ろしい顔をして声は高くなかったが
鋭い調子で叱りつけた。女の子はキョトンとして息を引いた。ちょうど下の細い坂道を人々が降りていくところだった。さあ、高貴やシャンセーナーと酔った芸者のウキウキした調子で言う声がした。すると太い男の声で、こけばいぜというのが聞こえた。私はすぐ穏やかな顔をして女の子を慰めてやった。しかし女の子はもう私の心を見抜いて少しも親しもうとはしなかった。憎らしいほど意固地な心持ちを見せていた。私も子供だと思い直してももうやはり意固地な気持ちになる自分をどうすることもできなかった。私はこの結果は一番自然な結果だと思わないわけにいかなかった。しかし自分はなぜこの一番自然な結果を避ける工夫をしなかったろうと思った。もし避けられないと思ったらそれに打ち勝つだけの心組みを自ら確かめておかねばならなかったのだと思った。そしてここでも私は自分が本当に盗みたく思ったのはこの子ではなかったことを思い浮かべた。女の子は堅くなに黙ってしまった。口を固く結んであてもなく涙ぐんだ目で一つところを見ながら時々込み上げてくる悲しみをむせるように鼻から漏らしていた。私はその様子を見ているうちに自分のしたことが許しがたいイゴイスティックな行為だったと思うようになった。しかし私はこのまま女の子を返そうとは思わなかった。そうしないでもしまいにはこの子を幸福にする道があると思った。私の心はだんだんに弱々しくなってきた。私は机の引き出しを開けた。そして前の晩この子を連れてきた時に書いた紙を出して細かく裂いてしまった。私は泣きたいような心持ちになった。眠くならないかいと言った。女の子は黙って見向きもしなかった。私は抱き上げてやった。女の子は抵抗しなかった。私は涙が出てきて物が見えなくなった。私は女の子を抱きしめてその方に接吻した。自分もこの子も哀れなもののような気がしてきた。私は泣き出した。女の子も急に声を上げて泣き出した。私はもう何も言えなかった。しばらくして寝ようなと言った。女の子は私の顔を見ずにうなずいた。私は前の晩とは全く異なった感情で女の子を胸へ抱いて寝た。前の晩は不安ながら何かしらウキウキした心持ちがあったが、もうそんな心持ちは全くなくなった。二人は何にも口を聞かなかった。女の子は抱かれたままじっとしていた。しかしなかなか眠らなかった。歌手をやろうかと言ったが返事をしなかった。私は起きて前の晩喜んで食った木の実の入ったチョコレートを持ってきて手に握らしてやった。女の子はおとなしく握ったが口へは持っていかなかった。そしてしばらくしてそのまま眠ってしまった。前日の睡眠不足は私を弱らしていたが、やはり熟睡はできなかった。私は自分の眠っている間に女の子に逃げられそうな気がした。私は繰り返し繰り返し女の子が床を抜け出していく夢を見た。そしてその度に目を覚ました。翌朝ぼんやりと少女のガラス越しに前の景色を見ていた時だった。巡査が二人と探偵らしい男が一人と、その後ろに色の浅黒い肉の締まった40ばかりのこの子の母親と声だけが前の急な坂をこっちをみいみい登ってきた。母親は興奮から恐ろしい顔をしていた。私は自分の顔の赤くなるのを感じた。私はちょっと迷った。やはりできるだけの抵抗をやってみろ。今素直に渡してしまうくらいなら最初からこんなことはしなくてもよかった。こう思うと急いで部屋の隅の氷から出刃包丁を出してそれを逆手に握って部屋の中に立った。しかし私は結局出刃包丁を振り回すことはしえなかった。その気になれない。実際それほどの感情は出刃包丁を出す時から自分にはなかったのである。私は恐ろしく平凡な姿勢で出刃を持ったまま突っ立っていた。
母親は次の3畳にぐっすりと眠っていた女の子を気違いのように叫びながら抱き起こした。そして泣きながら激しく私を罵った。私は黙っていた。母親は女の子を抱いたまま私の後ろへ来て私の背中をどんと強くついた。巡査がしきりとなだめたがなかなか聞かなかった。私は警察へ引かれた。